こんにちは、デカプリのミッキーです。本日は1日分の練習と5大学対抗戦にオープン参加した試合の映像と欲しいものリストのご紹介になりますので、最後までご覧ください。今流れている練習の映像が股関節がねマックス痛かった時の映像になるので、苦しんでるミッキーをご覧ください。もうね股関節痛いのは治ったのでどうでもいいんですよ。それよりも何よりもなんと登録者数2万人突破しました。ありがとうございます。マジで嬉しいです。本当に2万人達成したということでね、年内目標10万人まであと8万人ということで、もう少しです。頑張っていきたいと思います。これからもいつもご視聴していただきありがとうございます。コメントもねいつも読まさせていただいて、すごい励みになっております。これからもコメントどしどしお待ちしております。そしてもう一つ、4月に行われる全日本トライアウト種目別跳馬に出場することが決定しました。よかった、マジで。今回ね映像選考だったんですが、1種目6人しか選ばれないというね、だいぶ狭い幅での選考でした。で僕ね2月3月、まあ体調を崩したりだとか股関節を痛めたりとか、結構万全じゃなくて本当にね無理してやった日もあったし、大変だったんですけど無事通過することができました。いやー結構ね冷や汗もん で、今回のビデオ審査なんですが、いつもだったらね2跳躍飛ぶんですよ。だから僕だったらヤン・ハクソンと、去年だったらロンダート・ハイリの1回半ひねりみたいな感じでね2本飛ぶんですが、今回のね映像選考は1跳躍だけだったんですよ。なのでまあもっと難しいですよと。やっぱ体操選手って2本揃えるの難しかったりするんですけど、それが1本になるのでまあ通過自体難しいと。ましてや6人、これやべえなと思ってたんですが、ほんとよかった、マジでよかった。こっからねモチベをねぐんぐん上げてね頑張っていきたいと思います。そしてねこの5大学の映像なんですが、1日目の会場でめちゃくちゃ痛くなかったんですよ。それでうわ来たわって思ったんですが、2日目めちゃくちゃ痛いという。そしてこの演技、ひねり不足すぎてわろたのこの顔。他にもね練習動画まだまだ溜まっておりますので、これからね随時報告させていただきたいと思います。それでは欲しいものリストへどうぞ。はい、ということで今日も欲しいものリストの商品が届きました。ありがとうございます。ということで、はい、今回届いた商品の方を紹介させていただきたいと思います。はい、まずこちらモンスターですね。ほらごちいやめちゃくちゃ嬉しい。こちらを送っていただいたのがひろみさんです。わーありがとうございます。いつも元気をありがとうございます。いやこちらこそ、こちらをね飲んでしっかり元気満タンタンで頑張っていきたいと思います。はい、これからもよろしくお願いします。お願いします。続いてはこちらコーラ。うん、こちらを送っていただいたのがカイシーさんです。ありがとうございます。少年時代には私もコーラを飲んでおりましたが、当時は瓶が主流で、自動販売機やお店の冷蔵庫には栓抜きが組み込まれていたのですが、ご存知ですか、線を抜くあの感覚は今でも手に残っております。いやいいですよね。いや今もねたまになんかどっかにあったりするよね。ありますね、コーラの自販機みたいなの。あれ見つけちゃったら僕もね毎回買うようにしてます。あ使命感。あの赤いやつでついてるやつですよね。そうでポンってあの自販機のやつでやるやつ、ね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。続いてはこちら、はい、バーン、今回はラッピングありでプレゼント感がすごいですけど、開封しましょうか。はい、こちらバシプロテインです。すげえ。こちらを送っていただいたのがはいちびたさんです。お、今回はお茶ではなくこちらをお納めくださいということで、ありがとうございます。ありがとうございます。すごいことなってるよ今。俺ん家にもうプロテインがこうバーってありますよ。お店開けそうですね。一人分ではない量が家にねこうボン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 ってある感じになってます。たくさん飲んでもらわないと。そう今ね1日2杯飲んで、はい、筋肉つけてますんで、はい、これからも1日2杯飲んで筋肉ムキムキマッチョになって頑張っていきたいと思います。マジごつさ増したっすよね。めっちゃごつくなりました僕。皆さんのプロテインのおかげですかね。本当に。
にありがとうございます。ありがとうございます。送っていただいて、コーラとモンスターとプロテインでした。ありがとうございました。続いては僕の方をご紹介させていただきます。はい、まずこちらウィルキンソンの炭酸水ですね。おい、こちら送っていただいたのが海進さんです。ありがとうございます。ありがとうございます。糖分の入っていない炭酸水が日本で一般的に飲まれるようになったのはおそらく最近のこと、10年くらい前からでしょうか。まるでヨーロッパのようで今でもおしゃれに感じる飲み物です。おー、10年なんすね。そうなんだ。僕これ飲み、これにハマり出したのが高校3年生なんですよ。7、8年くらい前ですかね。だからその頃から、その頃僕肩を折っちゃって、肩治るまでお菓子、ジュース、デザート系禁止生活をしてたんですよ。その時にこれを見つけてそこからハマり出したので、それがちょうど7年ぐらい前だったんで、結構初期の頃から愛用させていただいております。はい、これからもたくさん飲ませていただきます。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして続きましてこちらラッピングでございます。あら、こちらはですね、増田和成さん、一世さん、間違ってたらごめんなさい、ぜひ教えてほしいです、はい、からいただきました。はい、今回はゆうなちゃんと被りませんように、ってことはあれだな、ってことは前送ってもらった時に、ゆうなちゃんと同じ商品が同じタイミングで届いた時があったんですよ。あー、あったね。それせーの、じゃーん、リポビちゃんでー、ありがとうございます。今回はゆうなちゃんとは被っておりません。こちら飲んで撮影など編集も頑張っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。欲しいものリストの所持数みたいなのを、はい、全部設定してて、多分もうプロテインとかがマックスになっちゃって多分消えてる状態になってるんですけど、はい、こっからねまた新しく違う商品とかを追加して新しく欲しいものリスト作り変えていこうと思うので、はい、ぜひねプレゼントしたい方がいらっしゃいましたら概要欄から、はい、プレゼントの方よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてね今回新たに加えようと思ってるのが、はい、ちょっと企画で使うものとかを入れてみたら面白いんじゃないかということでね、はい、今回は、お試しということでゴッソを1点入れていきたいと思います、はい、でそれ1点なんでお一人様って感じなんですけど、はい、送ってもらった際には紹介してそのゴッソを企画で使うというような感じでやっていきたいと思います、はい、でそれがいい感じだなってなったらまた新たにねいろんな商品の方企画で使うものを追加していきたいなと思います。はい、はい、よろしくお願いします。なのでよろしくお願いします。ということで本日も欲しいもののリストをプレゼントしていただきありがとうございます。ありがとうございます。本日の動画もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また明日の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。